ポールエマーソン・カー・ライルインスは、イギリス・ロンドン・イルフォード出身の、元イングランド代表サッカー選手、サッカー指導者。ポジションは MF。1986年、ウエストハムに入団し、1990年からは、マンチェスター・ユナイテッドでプレー。闘争心を前面に押し出したプレーで、サポーターの心をつかむとともに、イングランド代表でも、ボランチとして、 チームを技術面面と精神面で牽引した。1993年にはイングランド代表史上初の黒人キャプテンとなった。1995年には初の海外クラブとなるセリエインテルへ移籍し、活躍を見せた。その後、イタリアでの生活になじめなかった家族のために1997年にリバプールへ移籍し、 プレミアリーグに復帰。さらにミドルスブラでは、名誉ポールガスコインと共にプレーした。2008から2009シーズン開幕前、ブラックバーンの監督に就任。インスは、プレミアリーグで指揮を取るのに必要な UEFA、プロライセンスを取得していないが、ブラックバーン側の申請により、プレミアリーグ協会は2年以内にライセンスを取得するのを前提に特例を認めていた。 イングランド人の黒人監督がプレミアリーグのチームを率いるのは史上初めてのことであり、その躍進が期待されていたが、2008年12月16日、成績不振を理由にブラックバーンから解雇された。息子はブラックプール FC に所属するトーマス・インムス。ありがとうございます。